コプリブニツァコプリブニツァコプリブニツァは、クロアチア北部コプリブニツァグリジェブツ軍の都市及び基礎自治体。2001年現在の人口は3994人で、コプリブニツァグリジェブツ軍の軍都である。コプリブニツァは、ビロゴラの南側の傾斜地で、北側にはドラーバ川が流れる。歴史的に戦略的な地域で、地理的な条件から、公益や、 主工業、行政府の中心など開発が進められ、13世紀より町として確立している。コプリブニツァの地名は同盟の小川の名称にちなんでおり、13世紀のハンガリー王国の文書に初めて言及された。コプリブニツァの名が最初に現れたのは1207年のことで1272年に初めてラースロー4世の文書に記録されている。 1356年、ラヨシュ一世によって、帝国自由都市の宣言がなされ、交易や交通の要衝として繁栄した。14世紀、バラジュリンの影響によって、街はさらに発展し、開発が進んだ。この間要塞が築上され、16世紀後半まで、ハプスブルクによってオスマン帝国の間に設置された。 軍政国境地帯があることから軍事的な中心でもあり、人々の生活や経済にも影響を与えた。16世紀、17世紀を通じて、帝国自由都市の権利は維持され、経済的には17世紀初めより、鍛冶屋や、鍵、バグ製造、宝石などのギルドが存在し、公益を基盤としたスラボニアでは、経済的に進んだ地域とされていた。また、 17世紀後半には多くのカトリック教会が設立されている。経済活動は城壁の外にも広がり、今日までの街を形成する通りなども整備されている。カトリック教区の図書館もこの時期設立され、ラテン語やドイツ語の書物が所蔵されていた。19世紀に入ると、これまでの古いルネサンス建築やバロック様式の建築物は現在まで続く。 新しい建築物に置き換えられていった。1863年新たに中心となる公園が計画され、これまであった城壁は取り除かれることになった。また、ザグレブとブダペストを結ぶ鉄道が計画され、1869年から1870年に開通した。この時期、町は大きく近代化が進んでいる。経済的にも発展が継続され、 郊外の開発も進み工業などが発展していく。教育機関の整備も進み、20世紀初めにかけ、技術校や高校などが開設された。ありがとうございます。